前作った羊アパート、なぜか羊毛回収機が消滅していました。住民から抗議が出たんだろな。さすがに何も得ずに土地を貸すのはデメリットです。土地かっこ1ブロック。邪険解体しちゃいましょうね。解体すると言っても、羊毛を使う予定はまだあります。この回収機消滅も羊毛を取りに来て初めて気づいたもんな。つまり別の方法で回収機を作らないといけないわけです。じゃあここにコマンドブロックを設置しまして。それするとゲームじゃなくて作業になったりしません。あの羊たちは今トロッコに乗ってるはずなので、せっかくなのでそれを活用しましょう。まずはコントローラーレールを設置。トロッコの移動の向きと速度を指定できるパワードレールの上位互換。レッドストーン信号の強度で移動速度が変わります。例えばレッドストーン信号を最低の位置にすれば、パワードレールから離れすぎたトロッコみたいな速度になりますし、信号の威力を上げればその分速度が上がっていきます。徐々に上がっていくわけじゃなくて瞬間でその速度になるのも使えそう。そしてその近くにデプロイヤー、これは羊狩りには必要です。あ、間違えました。羊毛狩りです。今すが出たんじゃないか。シュートを設置して、羊毛回収用のファンネルを設置。今回は贅沢に真鍮のファンネルを使います。結構長くいるのにまだ贅沢品なのかこれ。そしてフィルターでハサミをブラックリストに入れておきます。こうしないとハサミが出てきてしまいますからね。そしてここからが本番です。今回のアップデートで追加されたクリップボード、これを使えばフィルターをコピペすることができるのです。むっちゃ便利。地味に便利な機能というわけです。動力は水車を使いましょう。これでよし。ちょっと多くないか？意外とデプロイヤーって動力使うんですよね。あとは動力をつなげて、速度を上げてこれでよし。羊毛の素材の草を食べさせるために羊を少し移動させる必要があります。ってことで土を敷いて、草の電波を促します。レールも敷いて完成。羊はマインカートを貫通して草を食べるからな。もはや概念を食べてると言っても過言ではない。あとはレッドストーン信号の強度を調節できるレバーで最低速度に設定します。それぞれの列の端にはパワードレールも敷いてるので、ここにもレッドストーン信号を送りましょう。こうしないと折り返しの時にスピードが足りず止まってしまうからな。こうしないと？準備ができたのでお試し試乗。まずは最前列で羊の毛が刈り取られます。今更だけど、こんなにデプロイヤーいるかね？そしたら羊毛回復ターンに入ります。この間に草を食べてもらいます。これで一周が終わり、一生が終わるまで周回し続けてもらいます。一名様ご案内、この調子でガンガン退去させましょう。撤去しました。わーい、楽しそう。メリーゴーランドですかね。加速しないジェットコースターかもな。じゃあ楽しくなさそうだわ。しかしよく見てみると結構隙間があり、少しもったいない気がします。確かにスカスカだな。夕張市みたい。ダメダメダメ。じゃあ地方の野球グラウンドみたい。その方向のボケ良くないよ。せっかくたくさんデプロイヤーを設置したので隙間を埋めてみましょう。埋めました。羊の生息数2倍。これでそこそこ羊毛を回収できるでしょう。でもまだ結構隙間空いてますよね。ということで、はい、追加注文入りました。ありがとうございます。ここは店かなんかか。これでさらに羊毛が回収できるでしょう。こちらアパート改め遊園地となります。これはアパートよりかは楽しめるでしょう。なお速度の上がらないジェットコースター。羊毛もうはうは回収です。なんか詰まってないか。え、あ、ほんとだ。放置してたらさらにおしくらまんじゅうしてた。あっちは悪じゃん。モブが結集してるので近づこうとすると反発が発生します。これは強い AT フィールドだ。しかも奥の方でも同じく集結してしまっています。早速グループを作るとか。ここは教室か。当然反対側でも同じようなことが発生していました。さすがにトロッコ置きすぎたか。コントローラーレールの向きも完全に無視しています。学校で落校。さすがに異常事態なのでレールを壊して解除しましょう。学校で解放。おい、見えない動力で川に入ろうとするな。これは水浴びがしたいという集団意識が具現化したな。そんな魔法を着てたまるか。てかあれ危なくね。水没するだろ。それだけはやめて。君らを育成するのにどれくらい時間かけたと思ってるん。哀れ羊はお星様になったのだ。いや、海の木塚。落差がすごいな。ちなみに他のところも同じく謎の動力でどこかに行ってしまいました。これはもう再集結は無理だな。迷うもんはいっぱい集まったからいっか。困ったらまた作ろうっと。羊毛が欲しかったのは、前回の住居地域にカーペットを敷きたかったからです。さすがにこれだけだと殺風景すぎたか。あとベッドもね、これで雑魚寝しなくても済みそうです。なお塀はない模様。
この海中で草ブロックが電波するのか確認しましょう。草くらいは生やしてもいいでしょう。次は右側の空間を開発していきましょう。草の電波は無理だったんだな。さすがに海底では光が届きませんでした。光のない世界です。ああ。お前を殺す。よし。そろそろ勝手に難易度固定しておいてやろうか。あとはライトアップします。湧きつぶしをライトアップとは呼ばんだろ。ネザーにやってきまして、ポドゾルを回収します。ポドゾルではないですね。歪んだミリウムです。こちらはシルクタッチで回収することができます。両方フル、シルクタッチ付きピッケルで回収しましょう。動画ネタのためにシルクタッチ付きクワで回収してもドロップしないので注意です。言わないでよ。次は茶色のキノコを量産します。巨大化させてそれを伐採。巨大キノコも伐採できるメカニカル総先生さすがっす。回収した茶色いキノコを青い炎で加工すれば、歪んだキノコに変身します。あとはこれで歪んだ木を生やして、即伐採。これで青色の木材が確保できるようになりました。これ何に使うんだよ。今からあそこの空間の中に建てる建材として使用します。では最後にあの空間に家を建てていきましょう。こちらが今回の作業場所になります。いつもの広さ。ここに村でよく見る家の青色バージョンを建てていきます。ちなみにプリズマリンブロックはラキスラズリから錬成したぞ。宝石工場作っててよかった。建材の方は必要そうなものをこのアイテム倉庫の中にたくさんぶち込んであります。そしたら外略図法を動かしまして。ほい完成。建築が完了しました。どう見ても村の家。青ざめた村の家ですね。他の家も青ざめたタイプを外略図にしてきました。あ、これ床を範囲に入れるの忘れてた。よし。こんな感じでどんどん家を建てていって、よく見る村の海中バージョンを作りたいと思います。ってことで普通の村が完成しました。8個回収しよう。これは何と聞かれたら、100人中101人が村と答えるでしょう。質問者をカウントに入れるな。今回目指したのが何の変哲もない村なので、今回の建築は完璧と言えるでしょう。別に建築から逃げたわけじゃないですよ。ということで今回はここまで、プリズマリンシリーズ集めるのに結構時間かかっちゃいました。ラキスの加工、結構時間かかるからな。ちなみにここは公園という設定です。住人がいないから殺風景ですが、ここに村人を連れてきたら活気立つと思います。じゃあそれをしなさいよ。村人増殖が時間かかりそうなのでそれはまたおいおいってことで。それではまた次回お会いしましょう。今回クリエイト要素少なくね。